寒いな。寒い。はい、こんにちは。おはようございます。こんにちは、所従です。都市会田原です。今日は、岐阜県関市の、狭間不動村に来ました。そうですね。ここはね、携帯の電波が入らないので、まあそれだけ標高が高いところから。そうですね。ここはね、たまに来るんだよね。1年に1回ぐらいかな。じゃあ手持ちでちょっと回りますんで。よいしょ。ああ、寒い。よいしょ。これが今、地図です。はい。大まかなな。大まかな地図？そう。あれ？ちょうど今、僕は腰痛めて、それ映ってないよ。ちょうど僕は腰痛めて、今杖を持ってますから。杖サブだね。ぎっくり腰、ぎっくり腰に近い。なあ、まあ俺みたいに手術するまでにはないぐらい。今この辺だから。ああ、これね、うん。これは大まかな地図だから、関の。はい。だからここの家の中に何々さんの家があるで。そうですよ。刃物がやっぱ有名やでな。世界のナイフ資料館とかさ。これ、何時まである？これ。刃物団地っていうの、なんか気になるところがあったらちょっと後でも行ってみようかっていう。今時間何、ちょうど昼ぐらいか。昼ちょっと。じゃあこれがあれ、皆さんは初詣行きましたか？行ってない。寝正月でしたか？寝正月近いな。で今これね、これが前傾だな。これが前傾なんですけど、前なかったな、こんな、今この赤い車が映ってるそばで、そっから、で今ここだよ。うん、そこね。あと、うん、どっちか前、どうだね。で、そこからバーって上上がっていくと、神社の、鳥居があって、ここでね、奥の院。うん。トシ君はそこまで行ったね。前はね、もう今足がね、この上は、これさらに上行くとまだあるよ。前行ったんだ、昔前行ったんだよ、ここまで。あ、そう前だな。で、相当遠い、これ。あ、歩いてどれぐらい？ね、30分くらいかかる。30分かかるな。ああ。いや、今もう、ここまででもきついよ。ああ、そうね。ここ景色いいんだけど、滝が流れてると。この車の子ね。うん、奥のいいね。じゃあ、ちょびっと歩いてきますかね。なんか、いつまで早いか知らんけど、人が多いね。あのね、ここ、八百屋があるんですよね。八百屋っていうか、道の駅っていうか、そんなような感じだな。まあ、新鮮ですよね、狭間の。狭間で採れたあのお米とかね、安く売ってますんでね。よかったら買ってください。前買いました。ここ潰れたな。ああ、こっち潰れて。なんか、骨董品みたいなものだったな。左側が一応、あの、ラーメンとかね。おでんとか美味しい、美味しいので、ね、この後食べますんで。おでんとかなんだ。一応、まあ、今日、上まで、土曜日のこの時間だもんで、上まで行く人はここでいいよな。まあ車椅子とか乗っとったらここから先は偉いでしょう。偉い。で、俺今足がダメやもん。トチ君は今ね、最近ね、杖持たないと歩けないから。最近ね、うん、長い距離歩くとさ、すぐ次の日足がね、ダメになる。あれ？トイレ変わったな。はい、一緒だよ。あんな外になかったっけ？障害者よ、みたいな。ああ。作ったな。あ、ほんでこれも重機があるんだ。ああ。で、これ、うん、これがさっきの地図の、鳥居です。狭間不動村って書いてますね。はい、読めんけどな、普通な。佐古マン。まあ、佐古って言うもな、前佐古とか、マラソンの強いやつとかな。あれ？今日水ないな、これ。これいつも公園で、てな、水あれへんな。船とか一杯泳いどいんだけど、
あれへんな。あれへんな、水が。あれかこれ。池の水の水を全部飲むでやったい。あ番組あれよ。これ多分池なくすんじゃないこれ。ポンプでまだ吸ってるぞ、これ。違うって。違うって。違うって。あの、あれだって。番組であれやろ。池の水を全部抜く。あれ、あれで取材に来たんやって。最近やらんくなったけどな。大体こういうところはね、外来種が多いんだよ。池、ポケ、な。な、外来種な。どうしよう。多いな。なんだ。ここで、あの、この階段をね、降りてね、行くと多分船が船とか鯉が養殖で結構始めの時鯉いっぱいおったよな、うん、うわあってこっから あっちは近かったっけ名もなき家のあ池か名もなき池、うん、名もなき池遠いあ遠いか同じ牛でも遠いか、うん、まあ牛自体はでかいねな、うん、でこっから奥がさらにあってまあこの辺やめとこうかとしこの足が痛いで杖があるで言ってもいいんだよ。あかんあかんあかん。おめえが持たんか。うん。よいしょ。ということで、こっから上まで、頂上まで、あの上ですね。ああ、なんか塔があった、うん。30分はかかるとか、途中行ってだったらね。よっしゃ。元気な頃になったんですよ。じゃあ、今回はパート1ということで。なんかどんな声が聞こえる。あれお経唱えとんじゃないのお経ともねえな、あれ。じゃあもう一回カメラ置いて、一回閉めて、なんか食べましょうか、としくん。食べよう。さっき食ったばっかりよね。今度はいい。ケージ。ちょっと反対かこっち回りか。よいしょ。これをするかな。はい、たはいとか言ったらなんかあのゴチの新しいヤスコあヤスコはいとかなんないあの人ただいいわはいとか言ったらでもいいだけで、ね、でもあれ結構自衛隊のはな一時あれ一時はないけどな自衛隊のあの服装をやめるとは言ってたけどなああ見せるよなということで今お客さんも続々来たもんでこれで一回閉めます。狭間不動尊パート1として今回載せました、うん、またよかったらチャンネル登録お願いしま す, ますでは正直でした少しくお願いでしたどうぞ先行臭いなやっぱりいいか